サンダーガルチはアメリカの競争馬である。1995年のアメリカにカンバ、タネボバとしても活躍している。判定に日本のダート戦線で活躍したバトルラインがいる。1993年のキーンランドジュライセールイヤリングで4万ドルで落札される。1994年9月のメイドンで競争馬としてデビューして3着、続く2戦目で、 初勝利を挙げた。重賞2戦で2着、4着に入った後、クールモアスタットの共同経営者の一人である、マイケル・テーバーに売却され、ウェイン・ルーカス調教師が新たに管理することとなる。新しい場所と調教師のもとでの初戦となった G2 レム、ゼンステークスで初重賞勝利を飾った。次走 g 1ハリウッド・フューチュリティでは2着に敗れ、その年を終えた。 3歳となった1995年は、充実期を迎え、G2 ファウンテン・オブ・ユース・ステークスを勝った後、G1 フロリダダービーを制して、G1 初制覇を飾った。だが、ケンタッキーダービーの前哨戦となった G2、ブルーグラス・ステークスで隠した相手に4着と敗れると、評価が急落し、本番のケンタッキーダービーでは、G1 競争優勝馬にもかかわらず、 単勝11番人気とかなりの低評価が下された。だがそういった低評価を覆し、エクリプス賞最優秀に歳ボバを受賞したティンバーカントリー以下を2馬身に4分の1の喫茶で完封して優勝した。自走、プリークネスステークスはティンバーカントリーに接続を許して3着に敗れたが、三冠最終戦のベルモントステークスではティンバーカントリーが熱発で回避したこともあって、 単勝一番人気に支持され、これを2羽審査で、勝利、2冠を手にした。この後、G2 スワップスステークス、G1 トラバーズステークス、ケンタッキーカップクラシックハンデキャップと3連勝。そして次走、ジョッキークラブゴールドカップでは、当時10連勝中の小橋シガーとの初対決を迎えたが、全く勝負にならず、シガーの十一連勝を尻目に十一番審査の五着と、 惨敗した。さらにその競争後に骨折が判明したため、そのまま引退することになった。年末には、エクリプス賞最優秀3歳坊場のタイトルを獲得した。2巻含む G1 競争4勝と本来なら年度代表馬に選出されても何ら不思議のない成績だが、この年は自身も敗れたシガーが G1 競争8勝を含む10戦10勝と、 完璧な成績を収めていたため受賞を逃している。1996年にクールモア参加のアッシュフォードスタッドで種ボバ入り。初年度の種付け量は4万ドルと高い期待を受けた。1999年にデビューした初年度3区から G1 競争優勝馬を輩出。2世代目にはプリークネスステークスとベルモントステークスで2冠を獲得するなど、 G1 競争6勝を挙げた2001年エクリプス少年度代表馬及び最優秀3歳母馬のポイントゲブンというチャンピオンホースを出した。その活躍などにより同年の北米リーディングサイアーとなり翌2002年の種付け量は8万ドルまで上昇した。その後もステークス競争優勝馬を続々と排出し、主母馬としても成功を収めた。母の父としてもブリーダーズカップ。 クラシックカチウマバイエルンなどを出している。2015年1月29日にタネボバイン隊が発表された。その時点での3区成績は2382頭が誕生して1901頭がデビュー、1273頭が勝ち上がり、勝ち上がり率は約67%。ステークスウィナーは96頭もしくは97頭を数え、3区による 総獲得賞金は9048万64ドルだった。日本では1999年にリースュボバとしてイーストスタッドで共用された。その際の三区から目立った活躍馬は出なかったが、2007年に持ち込め馬のイケンシンが全日本に最優秀に勝利し、日本での初重症制覇となった。2018年3月19日、老衰により死去。26歳没。 ありがとうございます。